そうですね、今はしてます。スコラボさんに来ています。今日は何の企画をしますか？これから来ます。そう、これから来る、今日コラボする後輩ちゃんがいるんですけども、遅刻ということで。で、僕たちのチャンネルってなんですかね、カメラが回ってからやることを考える。そう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 。あまり考えずに物事を進める。とりあえずやろうみたいなね。企画会議とかあんまりないですよね。ちょっとすごいね。あ、やばくない？ちょっといきます。盛り上がりすぎて。入ったら多分見えなくなっちゃう。入ったら見えなくなっちゃう。入ったら見えなくなっちゃう。あ、やばいやばい。待って、靴下。待って。え、これやばい。ちょっと助けて。え、ちょっと待って。じゃ、マジで本当に冗談抜きで。あ、よかった。靴下がね、ぬ。はい。え、すごくない？すごい。これは安全だわ。頭から落ちても安全だわ。いいと思って。疲れた。入って出ただけです。入って出ただけです。なんか何でもできそうだね。あそこなんだ。トランポリンで壁がみたいな。めっちゃ高いよ。登れます？え、結構。ダンって言いました。あ、来た。お電話しました。後でまた LINE 貼っときます。久しぶりですね。お久しぶりです。じゃあちょっと軽めに自己紹介を。シルクドソレイユのアーティストを目指すカズです。今日10時集合で何時に起きました？起きたのが9時40分ぐらい。でも巻き返した。巻き返した。今10時40分高速全乗りしました。実際間に合ってるみたいな。実際ほぼ間に合ってる。後輩ちゃんのカズキです。カズキです。相変わらずちっちゃいですね。登ったら変わんないでしょ、これ。大学の時の4年生の時の4年生で1年生。ちょっとあのコラボお願いして申し訳ないんですけど、僕と飛鳥さん企画を考えない。3人集まったけど何を撮るかはまだ何も考えない。一旦ひとしきり遊んで着替えてきて。おお、まさかちょっと渡すんで上の風景を。土井くんが飛んでます。こんな感じで。壁はちょっと壁のお手本を。すごい。お一回上がりますか。もう身長2倍ぐらい。え、これ登れたらマジすごいですよ。普通に登って。面白い。
ぶら下がった姿めっちゃ面白かった。終わり。今日はちょっとせっかくピットがあるんで、向こうに向かっていろいろやって、意味わかんない。こういうトランポリンで結構遊んだりとかはしない。バリ出る大変なんすよ。だよね。今のはできそうです。できない。じゃまずちょっとアップからね。アップから。おお。寝起き寝起き。一時間ですね、寝起き。整備してくれて。整備してくれて。先輩が。座っとる。二回目。コラボお願いして申し訳ないんですけど、僕とアスカさん企画を考えない。3人集まったけど、何を撮るかまだ何も分かってない。気持ち入りすぎちゃった。やだ。深いな。今のさ、見てみていい？ジャンプがね。横に遊ばれてる。あんた。抜けた。抜けたね。ちゃんと蹴れれば絶対いけるっす。さあ、2度目の挑戦。いけるか。あれ？いけ！いける！いける！いく！姉さん、めっちゃ怖かった。ハマってるアスカさんなかなか見れないですよね。小学生4年目よ社会。めっちゃ楽しかったんだけどね。楽しかったんだけど、多分ね、普通のピットでやってたらね、ケースじゃん。ここでしかできないよ。若干ラスト開いてたっす。遠心力に耐えきれずに。バリ開いとる最後。しかもめちゃめちゃ低い。めちゃめちゃ低いです。多分ね、2回宙返りと転がり。あー、て。いやー、よかったっす、無事で。無事、コンピットだからやったよ。そもそも、ね、髪の毛が。
で飛鳥さんになるよ。自宅訪問じゃないですか。よーい、スタート。おばあちゃんに怒るから。